どうもメンディーです。今回のムーブオンは過ぎゆく夏、そして訪れる秋の狭間をこの波音とともに皆様にお届けしたいと思います。ということで、まず今回の旅はね、私の大好きなこの湘南の海を堪能できるねスポットを、ご紹介していきたいと思うんですけれども、スタート地点はこちら、レストランドンになります。もうこの地に、38年、ずっとこの、縦石とそして太平洋の海をね眺めてきた、このちょっとね潮風で錆びついた鉄の柱だったりだとか、全てがこうレンガの色もそうだし味になっていて、私の大好きな割と最近見つけたスポットです。で今日はねこうゆるりとお届けしたくて、なんといってもこうまとわりつくような暑い夏だったので、今日も撮影ね入る前まで結構雨だったんだけども、さすがはハレンディということで今回、この快晴の湘南を皆様に素敵なスポットをお届けできるんではないかなと思いますので、乞うご期待。ああいい天気。いやー、お店を出てすぐに秋葉海岸がね広がっているんですけど、早速ちょっとこう砂を踏みしめていこうと思いますが、そうここの海岸はね砂が砂利のような感じで、サラサラの海岸じゃなくてこうザクザクってこう雪山を歩いてるようなね音がするの、すごく好きでね。いやー、なんか夏の海も好きだけど、こう秋とかね冬の、おーおおおこうシーズンオフのね海っていうのもこう独特の静けさがあって、とても好きだな。いやなんか湿った砂浜が空の色を反射してさ、なんかこう鏡みたいなのよ。いやー気持ちいいね。あとやっぱりこの秋葉海岸から見える立石がねすごく好きで、向こうにまあ逗子とか江ノ島方面なんだけど、この景色は何とも言えないよね。行ってみましょうか。
さ、空き家海岸からこう駐車場がね、さっきのドンとドンのすぐ横にあって、でそして立石の方に向かいたいと思います。いやー、なんかほんとカラッとしてて気持ちいいな。いやーすごいねー、本当に自然の作り出す彫刻って感じが、なんとも言えないね。自分なんてこう種も形もなかった、そういう時代からもちろんあるんだけどさ、どういう思いでこういうね、太平洋だの湘南の街並みを見守ってきたんだろうね。はあ、行ってみよう。日本の海って感じだね、この景色。よいしょ、よいしょっと、よいしょ、おお面白いね、このアスレチックみたいで、よいしょ、うう、あー、江ノ島が見えるね。なんだかさ、こう日々の悩みがバカらしくなるよね。あー、なんとも言えない日本の夏だ。夏が終わって秋か。あっという間だね、時間が流れるのは。なんか海から吹く風、直接肌身で感じられるところに来ると余計な湿度も何もないから、本当に今がどの季節なのかっていうのがよくわかる。なんか本当に次に向けてせっせと作業してるうちに今年の夏はあっという間に過ぎてしまったんだなって。
何か置き忘れてきたものはないかななんてちょっと今一瞬考えたりもしたけど、ないな。さて、立石から移動して、もうほんとすぐですけどもね、葉山マリーナまで来てみました。あー、いいね。なんか逗子マリーナだと本当に周りにコンドミニアムというかリゾートマンションがあって、そこに囲まれたヨットハーバーという形でね、なんか本当にこう、まあリゾート地っていうような印象だけど、ここは本当にもうザ・ヨットハーバーという、で湘南の海の中でも本当にこう狭い日本とは思えないくらい太平洋が見渡せる素敵なスポットでね、しかもそのヨット越しに、なんかここ来るとどれかに乗って少しね小旅行をしてみたくなるのはなんでだろう、現実逃避なのかな。いや、そんなことないんだろうな、きっと。きっとなんかちょっと向こうの方まで行ってみたい、ちょっと遠くまで行ってみたいって思わせてくれるのが、きっとこの海の魅力であり、少し怖くはあるんだけども、でも魅力だな。ああ、そしてね、このヨット越しに見える江ノ島っていうのがまたいいなー、今回のムーブオン、最後に、ここね、湘南にあるカレー屋さん、サンゴ礁を皆様にご紹介したいと思います。ここのね、湘南の海に面する店舗は、本当にこの潮の香り、そして遠くに見える江ノ島の灯台の明かり、そしてね、この目の前を通り過ぎる、車のライトに松明、もうこのシチュエーションだけでお腹がいっぱいになるくらい贅沢なんですけれども、やはりね、動いた後なので今日はプラス食事でもお腹を満たして一日を振り返って、また明日からの糧に私自身もなるかなと、そしてご覧いただいている皆様も、もし、今回皆様にご紹介したスポット気になる場所がありましたら、どうかその感性でフルに楽しんでいただければ幸いです。それではカレーが待ちきれませんが お腹が鳴ってしまいました。メンディーでした。またの旅を。
し寄せ